えい、俳優の高崎どうでもどうも。はい、橋本翔平です。よろしくお願いします。はい、今日もですね、企画の種の配信よろしくお願いします。お願いします。お、今日オープニング決まったんじゃないですか。お、いや、でも吉谷さん声にノイズがめっちゃ乗ってません？マジか。え、乗ってる？あ、来た。あ、翔太くん、え、聞こえてる？聞こえてます。あの、聞こえてるね。になってなくて、今大丈夫です。あ、大丈夫。うん、いけた。いけた、よかった、よかった。あ、いけた、いけた、いけた。いやー、初ですね。はい、初めて、4回目にして。イギリスが住まいですの人いますよ。え、イギリス？イギリス。本当だ。翔平、翔平見えてる？イギリス、あ、見えてます。今、こんばんはの嵐ですね。今。はい、よかった。なるほど、こんばんは。はい、こんばんは。はい、ということで、今週も始めてまいりたいと思います。はい、お願いします。お、やっぱりノイズが入ってるらしいですね。あ、やっぱり、まあ、やっぱり、まあ、はい、またちょっと俺またこのあれをヘッドセットを外してやってみます。了解です。ちょっと待ってね、翔太くん、髪かわいいって。え、俺セットしてないか。あれ、あ、またなんかこの俺全然決まんないじゃん。ピタトラブルから始まるの。大体何なんだろうな。いや、でもね、らしい。らしい、らしい。え、これ、え、今、え、これだと？あ、でも、いけてる気がします。いけてます。今大丈夫。あ、ちょっと音割れてるけど。そっか。はい、まあ、もう、もともと割れてるでいこうかな。視聴者の皆さん、いかがですかね。ちょっと大きいらしいです、ね。音が割れてる。翔太ごめん。はい。あ、翔平でもいいや。翔平にいつも言わなきゃいけないやつ、今日翔平が言って。任せてください。では、説明させていただきます。よろしくお願いします。企画の種とは、演出家と俳優、そして視聴者の3者でオンライン企画会議をし、未来のエンターテインメントの種として、さまざまな視点から魅力的なキャラクターを、想像していく、トーク番組でございます。はい、番組内で誕生したキャラクターはいつか舞台化、グッズ化、ドラマ化などさまざまな展開ができるよう、未来のエンターテインメントの種としてみんなで楽しいを育てていきます、という企画でございます。はい、全然入ってこない。おかしいな。いや、でもね、なんと舞台化が決定しましてですね。そうなんですね。早くも一つ目の舞台化というものがね、得したわけですが。はい。まあ、舞台やるってことはグッズも出ると思うんでね。はい。そうですね。あとはドラマ映画ですね。もう、いろんなエンタメに進出しましょう。翔平。はい。時間つなぎ、下手すぎん。まあ、でも無事説明は終わったのでね、うん、あのすごい翔太くんと吉谷さん、やっぱ髪切りましたよね。そうですね、はい、翔平くんは切ってないです。翔平切らないの？そろそろ切るよ。めちゃめちゃチャラいよ今髪。いや、切るよ。翔平、はい、繋ぐの下手すぎる。いや、でもさ、これさ、俺だけの問題じゃなくてさ、二、うん、人の問題じゃない、うん、これ。じゃあ、これ、私、聞こえる？聞こえた、聞こえた。あ、今聞こえた？はい。あ、クリア？クリアです。はい。え、どこまで話した今？あ、一応説明全部終わって、あの、めちゃめちゃいい感じに繋いでました。ごめんね。全然大丈夫。ごめんね。全然大丈夫、大丈夫。繋ぐの得意なんで。あ、よかった。ふざけんな。はい。じゃあ、宿題発表からだね。お、そうですね。そうでしたね。もう、早速なんですね。早速。やっていきましょう。二人が演じるグリム兄弟のビジュアルについてというね。これ結構カロリー重かったんじゃないですか、皆さんも。大変ですよね。絵とか描かなきゃダメですからね。ねえ、じゃあ、ありがたいですよ。翔太から。じゃあ、翔平からでお願いします。翔平からでいいのね。はい。じゃあ、翔平から。俺からでいいの？うん。まず、じゃあ僕がちょっと書いてきた、あの、衣装を発表します。うんうん、私、書いてきました。こんな感じです。ででん。おー、いや、お前絶対、
妹だろ、書いたの。いや違う。これはマジでちゃんと書いた。本当に。なんか、ちょっと解説して。ですね、この、ま、グリム兄弟調べたときに、まあ、お金持ってる家柄じゃないですか。うん。だからちょっと、その、なんか一番最初とか、その、なんか布切れとか、そういうボロいイメージの方向に行こうかなと思ってたんですけど、ね、お金持ってるからね。そうなんですよ、うん、持ってるからちゃんとなんかスーツ着ようかなと思って、でなんかそのまあ映えるような派手な、うんうんうん、あのスーツ仕様にしたんですよ。なるほど、うん、そうです、そうです。まあ俺しんめっちゃシンプルですけど、うんうん、ねなんかこっからもっとまあ映えさせる何かをなるほどね、装飾とかつけてもらうね。そうですね、はい。その画面見てその右これ左は左どういう模様になってるのこれ。確かに。あこれ一応ダイヤです、ダイヤ。そっちダイヤ、そうね。そっちはダイヤわかるけど。そうですか。その画面の左で翔平。忍たま乱太郎みたいなバツとまるのから。そう、忍たま乱太郎かな。そうですね。そうなの？罠なの、罠なのそれ。イメージはなんかね、キャメル色のね、スーツで、あの、おうそう、イメージはあのクレヨンしんちゃんの園長先生。いや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 。いかちいじゃん。いかちい。なるほどね。なんかスーツかなってちょっと思いましたね。なるほどね。でもダイヤとかだったら超絶なりきんみたいな感じで。いやだから柄はあのいいです。なもう何でもいいです。お任せ。あ、選んだのがもうダイヤだったんだ。そうそうそう。浮かんだのがダイヤでした。あもうだから翔平の深層心理がそういうことなんです。金持ちイコールダイヤみたいなことだよね。そうですね。ちょっといかちい感じではある、ね。なるほど。はい。うん、じゃあ翔太の。そうですよね。私も、うんあのまあ、調べたところお金持ちというのにちょっと引っ張られたというか、はいはい、あるんですけど、うん、でなんか自分の衣装ってあんま想像つかなくて、はい、翔平の衣装だけちょっと書いてきた。あ、俺の？はい、はい、結構金かかるかもしれないですけど、うん、こちらですね。いやだからそのさ、似合うと思うんですよね。いやいや、まあまあ似合うんだろうけどさ。ちなみにこれ衣装、翔平この辺に乗ってますから。いやだから衣装、だからその、まあだからその、まあこっちもスーツっちゃスーツなんだね。スーツで。まあそうね。だから、ね、いやだから、まあでも、コックピットじゃなくて。僕たちのお遊びはここまでにして、お客様がね、すごいいろいろ。いやそうなんですよ。うん。そうね。いやだからそのお客ね視聴者の皆さんからのやつも、はい、ちょっとね紹介させていただこうと思うんですけれども、はい。まあちょっとあの一つ目がちょっと参考画像ないんですけれども、なんだこ、服装は基本的に黒。うん。ゆっこさんか。ゆっこさん。はい。うん、あこうですね。はい。はいついでのイメージはエリザベートの黒天使、うん、2人は同じ衣装なんだけど、形違いで差別化する、物語の編纂に失敗すると失う部分にのみ赤色が入る、全部失敗すると全身が赤い衣装になる、どうやるかやね。すごい。翔平じゃん。翔平噛んだら口紅塗るってことだよ。噛んだら赤い口紅。多分ね、そういう失敗、役者としての失敗も加算されるわけ。そうですね、滑ったら心に。終わる頃にはおばきゅうぐらいになってるよ。稽古しろよ、ちゃんと。二人芝居だからね、セリフ量が多いから。例えば失敗すると片袖破って下から赤い衣装が見えるような、いや弟兄より長いコートやローブで少し全体を隠す、編纂が成功すると、鮮やかな色の衣装が、部分的に見えてくる。ああ、すごい。なんかファッションショーみたいだね、うんうん、より人間というか弟の体への受肉に近い感じになる。つまりは兄弟はどちらが成功してもどちらかを失うことを、これ身勝手に意識しましたかな、うん、いうことですね。だから要はちょっと変化がというか、ね、その舞台、まあ舞台衣装らしいって言ったらあれですけど、うんうんうん、視覚的にそのなんか
見えてくるというか、まあ、あの、うん、舞台としては面白い構造だなと思う。二人芝居だから衣装ぐらいちょっとバンバン変わっていったらかっこいいです ね。なんか変化をしていくっていうのは非常にいいことかなと思いますね、うんうん、これできたら超かっこいいですね、うん、なんかちょっと変えていくみたいなところはね、うん、ありなのかなと思うし、ありですね、うんなるほど、いいんじゃないですか。はいはいはい。こうそういうちょっと変化をつけていくっていうのは一つちょっとキーワードを持っていきましょう。これねヒントにちょっとなりました、ね。うん、うん、じゃあちょっと次のモグさん絵を、はい、絵がある、すごい、あこれすごいな、もうだから赤ずきんちゃんを、あなるほど、モチーフにしたので、うんうん、まあ、赤ずきんが将兵で、翔太が、まあ、だから狩人かな、その漁師、まあ、だからヘンゼルとグレー、あ、だからヘンゼルとグレーテルの感じなのかな。だからまあまあ、でも漁師だよね。うん、はいはいはい。うん、わー、まあまあ、これすげーなー。すごい。上手、うん、ただ単純に上手だね。うん。うん、これ、赤ずきんちゃんの左のとこ、うん、耳ついてて、オオカミ化になんかなってますね。あ、なるほど。なんか、狼役もやるのかな、あ、まあまあ、狼の耳がついていてもいいかもっていう案ですね。あ、案ね。だから、このさ、下の方にその、モチーフ、狼の尻尾のモチーフみたいなのがついてるから。うん、ああ、あ、ほんとだ。そう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 。いい、それが。うん。あゆじゃん。あゆ、あゆ、キツネつけてたよね、昔。あ、そうなの、そうなの、うん、浜崎あゆみ、狐の尻尾みたいにつけてたらって。いや、あ、そう。知りませんけど。行こう、どうか。だからまあ、だから相対する、要はその漁師側と、まあ、そのなんか、まあ、だからもしかしたら敵構造にもなるような、なるほどね。感じのイメージなんじゃないですか。はは、だからこれをね、矢と、斧を使って戦ってもいいわけだし、面白い、まあ、その2人が、ね、あの共闘し始めてもいいわけだし、うんうんうん、これだあれですよね、その最初あの、まあ、役としてなんか例えばあの僕がさっき書いたなんかスーツみたいなのを着て、でそこから、うん、あのこの物語に入り込んだ時これの衣装とかになってたら、うん、ね、翔平のもうあの衣装をご利用ししてんのそれ自分のアイディアを今指導そうとして、いやいや、これはもうフォーイグザンポーです。でも翔平の絵をちょっと上手になったって言ってた自分が恥ずかしいよね。だあの衣装からここに なるかね。だか相当暑いよこれ、夏だから。まあそうですね、あ、確かにいいのかな。まあでもそうやな、だもし、まあなんかもうめっちゃ長くなっちゃいますけど、うん、もう2幕制とかだったら1幕2幕で、あ、でもなんか俺ちょっとだから一番最初に出して最初またトラブルっていうのがちょっとあれだなと思ってたけど、うん、あんまり翔平の衣装気に入ってないんだよね。何え、これ申し訳ないんだけど、なんか ピンとこないっていうのが一番こうなんかピンとこない、なんか似合うのかもよくわかんないけど。いいっすね。じゃあ、なんか一応あんまり言っちゃいけないかなと思ったから。なるほど。真剣に書いてきてボツっていいね。じゃあ、まだ翔太の方が良かったかな。ほら、やっぱり。捨ててしまえ、捨ててしまえよ。くちゃくちゃ。わかんないけど、まあ、なんかで採用されるかもしれない。そう、頑張ろう。今のところ気に入ってないっていうか、気に入ってないっていう。はい。来るかもしれない。あれですもんね。作中に着替えるとか、作品に、うん、何だろう、台本によっては着替え見せちゃってもいいですね。喋りながら、セリフを喋りながら着替え。あ、じゃ脱ぐとかね。あ、脱ぎたいってこと？いや、脱ぎたくはないですけど。あ、じゃ あの下に着てるってことですよね。そう、全身タイツみたいな着てる。いや、まあまあまあ。でも、上裸ぐらいはいけんじゃない？あ、翔平はね。あ、翔平は？翔平、あの、赤ちゃんみたいな体してるみたいな。いや、翔太くんに言われたくないよ。まだ出来上がってない赤ちゃんの体してる。まあ、でもその物語の中入ってて変化をつけるっていうのは多分一つあるんだよね。うん、だから、
まあ、簡易的にするか、もうがっつりバンって着替えっていうか、まあ、その衣装ももう舞台上に置いていて、もうその物語入るときにもう羽織ってその世界入るとかね、はいはいはい、っていうのは一つあるかもしれないですね、うんうん、ちなみに、うん、本番って夏って言ってるじゃないですか、うん、はいはいはい、もう夏じゃないですか、うん、いやもうあ、うん、衣装って間に合うんですかね、すごい、確かに間に合うんじゃない、間に合うよ、間に合わなかったらだから途中段階でそうね、いやでも間に合います、間に合います、間に合います、こんな感じです。だから舞台のね衣装とか作るところ、まあ、ビジュアル撮影とかねあればもちろんそれに合わせていかないといけないですけど、ああ確かに確かに、うんうん、まあでも今ちょっと 8月に、はい、え8月に予定しています。おおすごい、どんどんもう途中で言うというなんかごめんなさいごめんなさいそうそうそう、なので、うん、まあ別にまあ夏はあんま関係ないんだけど、まあまあまあ、ね、だからまあそうね、暑いのはもういいじゃん、うん、みたちが頑張ればいい話だから。いやそうですよ、汗かきたいです、汗かきたいよね、うん、うん、ちょっとさ翔太の紹介する、じゃあ僕がちょっと気になった衣装というかいいなって思ったでしょ、うん、まずボイジャル様、ボイジャルさんの衣装です、ね、うん、おー、そう、やっぱ兄はね、大人っぽく重厚感のある衣装、はいはいはい、で弟はちょっとね軽装、ん、弟どれ、あの、あ、まだ、あ、もう一つの絵だ、もう一つの絵、はい、あこちらです、ね、うん、でもね俺思ったんですけど、すごいかわいい、すごいかわいいんですけど、うん、俺と翔平、うん、こんな顔顔はいいね、絵がねかっこよすぎてそうね、すごいかっこいいのよ顔が、うん、いい顔してますよ2人、いい顔してます、うん、翔平の髪型すごいかわいいと思って、これさ兄貴のさ、ごめん、はい、兄貴のさマントのさ内側の裏地あるじゃない、うん、この星のようなやつ、だから翔平が描きたかったのはこういうことなんじゃないの、あっ、てかもうなんか今ほぼこれです、嘘つくなほぼこれ、嘘つくな、嘘つくな、そう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 これ言うでしょ、嘘まあお前忍たま乱太郎言ってたけどいやでもねこのね僕の衣装もねすごいかっこいいんですよね、うん、いやかっこいいよ、めっちゃかっこいい、マント脱いだら室内みたいなさ、うん、翔平の髪型もやっぱ人気だよね、ハク様でしょこれはもう、ね、かっこいい、ザかっこいい、うん、あそうね、光のゴリもいたもんね、こんな、あそうね、ないわ多分この感じの髪型、翔平のこの感じ多分ないんじゃない、ないですね、うん、いいかもね、すごい弟感があるね、かわいい、うん、ないし、翔太くんおでこ出してる髪型とかあった、俺出してる髪型あるよいっぱいそうこんだけやって俺おでこ出してなかったら NG だよ。NG。いや、なんかおでこに何か書いてある。なんかある。ああ。目がもう一回とかどんなの。怖っ、翔平。まあでもね、もう一つじゃあ気になったのは、うん、はいはいはい。ゆめ様ですね。はい。やっぱ僕、あら、素敵。ウェーブ系があれなのかな。でも、全体的にこういう、うん、なんていうんだろう。中世というか、中世ヨーロッパ的なのはよくわかんないですけど、うんうん、なんか洋風な綺麗系が多いのかなって思いますね。うんうん、あ、じゃあメガネっていう小道具はありかもしれないですね。確かに。ね。うん。ああ、これもおしゃれだな。おしゃれだよ。うん。でもなんか似てる。なんか、俺、伝えたかったのは、俺、こんな感じですもん、書いたい。嘘つけよ。もう嘘つけよ。嘘は良くない。全然違う。いや、ほんとに。スーツじゃないし。80年代の歌舞伎町よ、あれは。80年歌舞伎だよ、あれは。なんか、浅草で漫才見に行ったら、ああいうのをやりたい。で、僕からは以上ですかね。はい、はい、なるほど。はいはい、でも、やっぱ、一応、はい、ほくろは消さないって書いてあるから、翔平の。え、どこに、うん、書いてあるこの、うん、これに書いてある。ほくろは、わざわざ。
あ、じゃあ、生かしていいんですね。生かしですね。どうせ、舞台進むと汗で出てきちゃうから。だから、むしろでかくするっていうね。でけえな、あの人の。むしろね。翔平噛んだらほくろ赤くなる。ほくろが赤くなるんだ。ほくろが赤くなる。あ、なるほどね。別はほくろトーク良くない？なるほど。いや、でもそれを生かしていこう。だから、はい、でもなんか、この2つのなんか共通っていうか、やっぱ兄の翔太くんは長くて、うん、俺はなんかちょっと、うん、なんかベストみたいな、なんかこういう。うんうんうん、流れが。でもなんかそういうイメージってあるよね。確かに確かに、 確かに、うんうん、ありますね、ありますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。僕もいいですか、うん、はい、出させていただいて、小枝様からいただきました。小枝？はい。はい。こちらです。もう、真っ黒じゃん。かっこいい。黒のやつじゃん。黒？黒、黒。プロ、プロ、そう。これも、まあ、兄弟ベースなので雰囲気は寄せつつ違うタイプのシルエットカラーということで、うんうん、おしゃれですよね。表はすごい似てますけど、やっぱ裏地とかで色の違いとか見せて、うんうん、これいいですよね。兄弟、まあでもね、赤と青っていうね、対照的にあるのと、うん、このなんか羽ペンのアクセサリーっていうのはすごくいい、ね。あ、確かに合ってますよね、この世界観に羽根っぽい。そう、だからやっぱ、まあ、グリム兄弟っていうところの、まあまあ、そのやっぱイメージっていうのは、なんかどっかに入れたいとは思いますよね。それが、うんうん、独創性というか、うんうん、ことになっていくと思うので。うん、いや、これ結構、リボンとか、裾が動くたびに揺れたら、目が楽しいって書いてあります。うんですね、うん。じゃあ、ダンス必須ですね。お前また自分でハードル上げていってる感じなんで大丈夫。別に得意でもないのに、いや、ほんまや。いや、いいですね。帽子ね。帽子もありかもしれない。帽子かわいいですね。かわいいかわいい。ちょっと話戻るけど、翔平のダンスめっちゃかわいいんですよ。いや、ちょっと戻さなくていいわ、別に。マジで、僕たち翔平とユニットを組んでまして、組んでたというか、舞台でね。ああ、そう、うん。みんなで踊りを合わせようって言って、めちゃくちゃ練習したんですよ。うん、映像を毎回見て、うん、終わったら、うん、稽古が終わったら、全部通して踊って、映像全員で見て反省して、うんうんうん、って自主練みたいなやつを毎日やってて、はいはいはい、何回やっても翔平だけ違う踊りに何度やっても。いや、もう色だよね、そこまでいくと。こうなるもん、かわいい。そうなんってあるんですよ。いや、ってことで、多分ダンスは入らないです、今回。ですね。はい、やめましょう、やめましょう。やめましょう。やめましょう。はい、もう一ついいですか。はい、もう一つ、うさちゃん様からいただきました。うん、こちらの衣装です。はい、かっこいい。かっこいい。素敵。これは2人ともあれですね。マント系ですよね。長丈系。コートでしょ、これ。マントじゃないよ。いや、なんか、ほぼ、なんかマントっぽい、ね、長いやつ。で、これもやっぱ、帽子かぶってますし、これ、杖とかめっちゃおしゃれじゃないですか。何？杖。ああ、杖で戦ったりもしたいしね。そうそう。いや、これもね、なんかすごい世界観合ってるなって思いますね、うん。もう帽子もやっぱかぶってますし、翔太君。やっぱさ、こういう時期、こういう服装になると、やっぱ厚着になるんですね。そうね。まあまあ、そうだね。いや、でも、そうね。うん。説明説明が書いてありまして、あ、はい、まあ、ベルヘルムなんですけど、うん、まあ、病気な人物といえば肩に上着を羽織っているっていうイメージがあったそうなんですね。で、かっこ、うん、ステレオタイプだと叱られてしまいそうですがって書いてある。俺前回も叱られたんで、確かにね。この方もうさちゃんさんもビクビクしてますよ。気にしないで、もう皆さん本当にビクビクしないでください。プレッシャー、あ、なんか、すごい
無理これ。ビクビクしてる。あ、だからイメージじゃないですか。え、すごい。役の。え、もうさ、漫画家いけんじゃん、アニメ化。いや、あ、よくない？いけるね。翔平さ、もう声優だしさ。うん。ね、いや、なんで翔平止まってる、ね、声優的な芝居もしてくれるし。あ、ほら、戻るやん、なんかさ、またなんか。いい、今は、これ、企画の種って、やっぱその、役者の、そうですね。役者の、ここよ。そうだよね。そう。すごい。いや、でも、いろんな、宿題、ありがたいですね、ほ、うんとに。うん。この他もたくさんいただいてたんですけど、まあ、うん、全部はね、紹介できないんですけど。そうですね。だから、まあ、実写の写真とかもいろいろね、送ってくれた、ね。うん。なんか、その、やっぱり入れたいなと思うのは、やっぱりそのね、なんかその、二人が作った、ね、作品、今のリンゴの杖もそうですし、はい、ね、なんかそのグリム兄弟ならではのっていうところがモチーフで入るとよりいいなっていうのと、そうですね、めちゃめちゃ、あ、ちょっと、うん、ね、あ、ごめんなさい、なんかその、なんだっけ、まあ多分作品世界とか入っていくから、まあちょっといかに変化もつけれそうなものも含めてというところは一つあるのかもね。はいはい。うん、まあ上着をもう脱いで投稿するとかね、うんうん、っていうのはありますね。皆さん絵がお上手ですね、うん、え、こういうのってどうやって描いてるんですかね。パソコンじゃない、わかんない、パソコンで何描かれてる、 iPad とかで描いてるんじゃないですか、ね、もう今も最近のやつ、すごい、うん、はい、ということでね、まあ、ちょっとね、番組内でね、紹介しきれない宿題もたくさんありまして、皆さん見させていただいたんですけれども、実は、皆様の宿題を参考にですね、いつもお世話になってます、衣装プランナーさん、ヘアメイクプランナーさんに、いくつかデザインラフを書き下ろして、すごくない？ありました。いや、これ、もう早くない？いや、いよいよここまで進んでるのかってね、すごい。いや、8月だから急がなきゃいけないのよ。まあまあまあ、そうすごい、すごい。すごい、すごい、でも本当。そう。だからちょっと、それをですね、ちょっと紹介いたしましょう。だから、プロの舞台衣装さんと、うん。かっけえ。ヘアメイクの。衣装。かっこいい。だからこれ4パターンというか、ファンタジー寄りっていうのと、はい、まあ、リアル寄りというのと、うんうんうん、で、リアルとファンタジーの、まあ、中間っていうのと、まあ、あとは原型。めちゃめちゃかっこよくない、うん、いや、めちゃめちゃかっこいい。だから、そうね、だから、どうだか、だから帽子とかが似合うのとか、どっちなんだろう。でもやっぱなんか翔太の方が似合いそうな気がする。いや、でもなんか皆様からのイラスト見るとやっぱ兄の方が帽子かぶってる率が、ね、うん、多分病弱っていうのが強いんだよね、うん、あ、そういうことね。だから、うん、アウトドアなのかインドアなのかみたいな話か、うん、はい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 、なるほどね。だからまあそういう意味ではだからキャラクター似合う似合わないとかじゃなくて、うん、設定的にそのやっぱりイメージとしては帽子かぶってる方が、まあ、外で歩いてたみたいな人っていう方がいいってことか。うんうんうん、はいはい、ってことは結果、だから兄貴の方が、まあね、帽子とかそういう、まあ、ステッキとかもそうかもしれないしね。うんうんうん。うん、そうっすね。っていうのが。だからもしかしたら、兄貴の方が、いわゆるアウターの方のイメージとかっていうことが、ね。ああ、そうかもしれない。うん。で、ちょっとその、翔平の方が、まあ、いわゆるインドアというか、その内側の衣装っていうふうにすれば、はいはいはい、ちょっと切り分けられるかもね、その、うん、役柄というか、役割というかが、うんうんうん、っていうのは一つあるかもしれない。うん、はあ、はあ、これ、ちょっと見えてきましたね。うん。うん。うん、うわ、すごいな。で、あとはだから、その、まあカラーでどう分けるかみたいなところを。そうですね。うん、まあでもやっぱ兄の方がやっぱ赤ってイメージがなんか強いですよね。おそ松さんでしょって。今日のシャツやろ、それだけ。今日の俺のこの感じでしょ、髪型含めた。
人やん。その感じでしょ。だからか。だからなのよ。翔平はだから噛むたびに赤になっていくから、結果終演後には一緒になってるっていう。あ、そんな、そんな。噛み。そうなのよ。だからまあまあまあね、まあだから今後ちょっとね、色とかだからそういうの決めていかないといけないよね。うんうんうん、出してもらった案の中から、うん、ちょっとヘアスタイル案も、おお、ヘアスタイルも、うん、そうそうそう、だからお世話になってるあの方ですか？そうそうそうなんで、お、お世話になっております。うん、もうすごいからね。ああ、なるほど。かっこいいじゃないですか。これはもう振り分けありますね。うん。うん、あ、やっぱ。おでこ出してる、翔太くん。いいんだって。おでこ NG。ついに変えてる。おでこ出す、ニックになるんだよね、多分。金髪。そうね。俺、意外と銀髪ないかも。え、嘘だ。本当？多分、うん。お前、忘れてたらすごい怒られるからね。うん、なんか、ありましたっけ？知らない。そうっすよね。でも翔太くん、はいね。あ、そうだ。お前、お前最低だぞ。てめえ、お前を。あ、いや、お前。交番だ。上だよ、上だ。上だ。お前。いや、俺も忘れてたけど。今ほっとしたのは、うん、ポリゴンさん案件でよかったなと思って。逆にね。お前。そうね。そう、ここで。ここで完全にリス、ね、あの怒ることもできたしね。そうね。翔太くん、金髪申請だわ。いや、金髪は僕もありますよ。ある？はい、あの、超昔、タイガー&バニーっていう。ああ、タイバニーですか。でも、はい、最近はないですよね。最近は映画で金髪にしましたね。ああ、なるほど、うん。うん、ぐらいかな。これ、でも、金と銀っていう、またなんか、いいっすね。うん、タイミングっていうか。うんうん、まあだからもうね、本当にね、もうそのはっきりもうファンタジーの世界に行きつつっていうところがあるのかなとは思うしね、多分まあ、多分おそらく絵でね、あの描かれてる以上のなんかちょっとリアルな感じって多分出してもらえるんだろうなとは思うんですけどね。いや、楽しみですね。うん、すごい。でも俺なんか実はヘアメ、あの髪型もちょっと描いてきたんですけど。え、えらい。さっき発表してなかったんですけど、やっぱちょっと似てんのよ。ほら。寝た。え、こなんか怖いんだけど。これ翔太くんで、これ俺っていうイメージで書いたんですけど。うん。じゃあもう下ろして大丈夫。下ろして大丈夫。わざわざ出してまでのものだったかなっていう。なるほど。じゃあ俺の宿題はあのボツということですね。いや、ちょっとぐちゃぐちゃにしないで、それ視聴者プレゼントするから、ね。うん、さっきのぐちゃぐちゃにしたやつもプレゼントですよ。ああ、ありま、ありますね。いや、なかなか、ちょっとじゃあ、ビジュアルもね、多分ちょっと方向性というか、まあ、まあ、今後、まあ、本当にあのきっちりさ作品が決まっていけば、はい、それであの細かく決まっていくんでしょうけれども、まあちょっと今週もですね、はい、外見がまあ方向性もなんとなく見えてきたところで、はい、役作りも進めないといけませんので、お、役作り今日も持ってきましたよ。マジっすか。ショートストーリーを。ショートストーリーを。しんどいっすよ。あ、もうね、結構これがね、これか、その隔週でなかなかの仕事やっていく中でのこう入ってくるんだよね、これが。やんなきゃ。大変なん。じゃあちょっとお二人読んでいただいて。え、いいですか、ちょっと。はい、まあ、今週はですね、あの、あれです。まあ、前に翔太がちょっと軽いやつをやりたいって言ってたんで、軽いやつ。あの、まあ、こういうことですかっていう。あの翔太へのプレゼンの台本です。あ、なるほど。いや、翔太いいから読んでよ、だから。そうです。こっち反応しなくていいから。そう、だからちょっとね、
まあ、あのふざけ会ですね、今回は。っていうのをね、やってみようと思いまして、夜中の2時ぐらいに書きました。いやー、まあまあまあ、どうかな。なんかまあ、ちょっと、まあでもコメディ要素みたいなことは入れていきたいなと思うんですよ。で、なんとなくイメージとしては、ちょっとその作品の中で、まあいろんな本があるんで、いろんな本の中に入っていくんですけど、まあ、1話だけだと面白くないから、まあ、最低3話ぐらいまでは、その、まあ、潜入というか、入り込んでいて、みたいなところでやろうと思うんですけれども、まあ、ちょっとその中で、こういうふうな切り口でやるっていうと、どうかっていう、今日ちょっと、まあ、あの、お試しのストーリーというか、ことでございます。はい。お二人、いかがでございますかね。ざっくり。ざらっと、前半しか出てないけど、ノリで。ノリで いけるかな。じゃあ今日はあの、はい、ちょっと「いばら姫」っていうタイトル、ゲーム童話の中の「いばら姫」っていうタイトルで、はい、翔太がいばら姫、僕がいばら姫、グリグリム兄弟の兄がまあいばら姫を扮しているという設定です。なるほど。で、王子が、弟の、ビルヘルムが扮しているという設定で、はい、ちょっとそういう、ちなみに、はい、うん、前回のあの感じには引っ張られなくていいんですよ。引っ張られなくていい。よかった。忘れて、むしろ。そうですよね。これはこれで、これはこれでちょっと面白くできるかどうかの違い。はい。じゃあ、いいですか、やってみましょうか。割と緊張するんですよ、これ。いいから、ね。なんか、こんなことないから、普通。そうね。これがエンターテインメントですよ。なるほど。はい、じゃあ、タイトル、いばら姫。どうぞ。だからさ、もう一回チューしろよ。だって今したじゃん。いや、お前がしたのはそれだけじゃなくてチュー。いやだからしたよ、チュー。いやだからお前がやったのはだった。いやでもお前がやったのはだった。いや、うん、じゃない。いやでもさ、いいから、ほら本気で来いよ。いや無理だよ、そんなの。なんでだよ。いやだって実の兄貴相手に本気のチューなんてできるはずないだろう。しなきゃこの塔からは出られないんだよ。魔法が解けないんだ。それに兄貴って言うな。今は茨姫だ。いやでも兄、茨姫はこうして起きられたじゃないか。魔法はもう解けた。茨姫は寝る前に100年の眠りにつくって言われてたし、100年後に起きただけってだけの話だ。じゃあ中関係ないじゃん。あるんだよ。ないじゃん。俺はな。ん？どういうこと？ほら、あの呪いの茨で囲まれた庭、見てみろよ。みんな眠ったままだ。馬たちは馬小屋、犬たちは中庭で、鳩たちは屋根の上で、ハエは壁に止まったままだ。つまり、あの大きい周辺の生き物たちも元通りにするには、注意しなきゃいけないってこと？ああ。本気のな。王様も召使いもそういうこと。そうだ。何秒？何だ？10の時間。せめて10秒だな。10秒。10秒。いやマジか。いや兄貴と10秒。いやだから今の俺は茨姫だっつってんだもん。だったら俺とかっていう言い方ほんとやめてよ。あ、じゃあお前は俺がそれっぽくすればやるんだな。それっぽく。じゃあ茨寝るね。マジかよ。早く茨の元にいらっしゃ。うん、早くしろよ。おお、これはなんとも美しい姫君だ。思わずキスしてしまいそうだ。キスをすればきっと起きてくれるに違いない。あ、もうそれはもうこの城に住む生き物すべてが、ねえ、あ、茨姫行きますよ。行きます。せーの。
前たった40秒。私はどれくらい寝てたの？100年です、茨姫。私は王子です。ねえ、窓の外見せてくださらない？承知しました。誰も起きてない。何がいけなかったんだよ。いや、今したよ、本気のやつ。え、めっちゃこらえてたんだけど。こらえてたって、それが問題じゃないのか。いや、ちょっと勘弁してよ。そこに愛は存在しねえだろ。十分、愛はあるんか。いや、それ CM もう十分だろ、さっきので。本気なら足りてないんだよ。いや、そんなこと言ったら兄貴だって本気で寝てないじゃん。は？やっぱり100年の眠りから覚める前にチューしなきゃいけないんじゃないの？おい、俺はこのくだりのリアリティを出すためにすでに10時間寝てんだぞ。もう寝れるわけねえだろ。いや、せめて100時間本気で寝てからのチューなんだよ。寝れねえよ。お前やってみろよ、100時間本気で寝れると思うか。頭ガンガンするぞ。いや、でもそこはやってもらわないとさ。いや、苦行すぎるよ。いや、こっちもそうだよ。それこそ茨の道だろ。茨の道だね。あれ、はい、あれっていう、なるほど、っていうやつです。っていうやつです。翔平、いや、吉谷さん、はいはい、やっぱりあの、うん、王子の2枚目の、うん、あの棒読みであの、うん、王子っぽいセリフを言うとこあるじゃないですか。うんうんうん、あそこが取れるか取れないかでこの台本変わる。いや、そうなんだよな。だから初見で申し訳ないんだけど、全然ダメだったんだよな、さっきの動画。うわ、出たよ。そういうことじゃないんだよな。違うか。いや、いくらこれその何回読んだとしても、だから一発目のセンスってやっぱり結構重要だから。あ、そう捉えるんだねっていう。あ、なるほど。やばい、怖い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 。なんかあとはちょっとだから最初からちょっとなんか2人ともなんか笑いに持っていこうとしすぎな感じ。いや、なるほど、ちゃんと。もう、だからそれはあったかもしれないね。うん、なんかちょっとこう真剣味がないっていう感じが。あ、リアリティを持った。そうですよね、感情は大事ですよね。そうそうそう、まあ、そのやっぱりなんか出られないっていうちょっと緊迫した状況っていうのはあった中で、これがあるっていうのは。なるほどね。ある。あ、でもまあまあ、でも翔平にやっぱりあの王子のセリフのところで持っていけるはずだったんだ。あれがもう、あそこがダメだったな。だってあそこでもう止めたかったもん。か、止めるべきだった、止めるべきだったと。吉谷さんの、うん、翔平がそこ読んでる時の吉谷さんの顔を見て一番笑いましたもん。いやー、むずいな、本読み。っていう、いや、でもちょっとわかんない。だから、翔太、ノリとしては、だから、こういうこととかなの、君が。あの、やっぱり これはすごくありというか、うん、ありだと思うんですけど、吉谷さん。これは翔太がこう今回判断する。そう、やっぱ、これは、うん、なんか話の流れに乗って、しっかりしてるんですよね。うん、じゃなくて、もう全然関係ない発言だったの。何なんだよ。なるほどね。何なんだよ、その関係のないっていうやつ。だから吉谷さん今言ったように、あの、うん、何、出られないっていう緊迫とかはもういらなくて。いらなくて。もうコントを1個書いてほしいだけです。だからあれだね。コントじゃん、だからこれ。これはでもちょっとリアリティとかで、キャラモノコントを。もうもはやさ、グリム、グリム関係、いや、グリム兄弟関係ないやつってことでしょ、だから。グリム兄弟、あ、でも茨城。翔太が書きなよって言われてるよ、だから。俺もそう思う。じゃあ、もし。難しい、だから翔太がやりたい、あれがその難しいよ、だから。いや、でも冗談ですよ。これはこんなことだと思います。なんか、なるほど、こういうノリもね。うん。だからちょっと BL も入る感じ。そうですよね。ちょっと自我を捨てないで言われてるのがいい、ね。そうそうそう。まあまあまあ。
そう、まあまあ、でもその兄弟が、なんていうか、まあ、そうなったらそうなるよねっていうところの、うん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 、まだ、多分初期段階だから、これは。最初に入った段階がこれで、どん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 成長していくんだよ、だから、2人とも。ああ、なきゃいけないことをちゃんと。はいはいはい、はい。うん、なるほどね。だからまあ別にだから反対でも反対でやってみる、だからちょっと途中まで。俺できないこの俺棒読みの下りみたいな。棒読みの下りで止めるから。あ、前その前ですか。うん。とか多分翔太のセリフとか聞いてると多分それも以前に止めたくなると思う。あ、翔平か、翔平も止めたくなるから。了解です。一回だから、ちょっと茨姫をさ、翔平でやってみて。わかりました。うん。緊迫感な、翔平。はい。緊迫感な。うん。緊迫感ね。あの場には。どうぞ。だからさ、もう一回チューしろよ。だって今したじゃん。いや、お前がしたのはチュってだけ。チューじゃなくて、シュー。あ、ごめん、翔平、ちょっとそういうことじゃない、そういうことじゃない。あのね、あのね、あの、違う、その、怒ったらダメなのよ。だから、なんていうか、そうすると重たいじゃん。あー、なるほど。笑えないのよ。だから、そ焦りから、だからさ、もう、なんていうの、怒ったらダメだ。もう一回、チューしろよって言ったら、その、なんかちょっと緊張しすぎるからさ、だからさ、なんかその求める感じが欲しい。ああ、はい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 、はい、うんうんうん、そう、それで言って求める感じだ。求める感じ、その焦りからこう。いやー、おもろいな、この番組多分面白いよ、お客さん。こんなん。はいはい、翔平どうぞ。だからさ、もう一回チューしろよ。だって今したじゃん。お前がしたのはチューってだけ。チューじゃなくてチュー。したよ、チュー。いや、今のはチューだった。いや、でもさ、本気で来いよ。そんなの無理だよ。なんでだよ。実の兄貴相手に本気のチューなんてできるわけないだろ。しなきゃこの塔出られないんだよ。魔法が解けないんだよ。それに兄貴っていうのは今は茨姫だ。いや、でもやっぱこれ反対だね。翔平、テンポめちゃ悪だった。いや、むずいな。やっぱ俺、いや、あの、書いてる時に、どっちがやっぱり翔太やってもらって、翔平がやってもらうかってやっぱ考えた時に、やっぱこれやっぱ茨姫が翔太の方がいいな。今のところね。これ、吉谷さん。何？この間僕、リモート朗読劇やって、うん、あの、こうやってリモートで稽古したんですよ。うん、その時より厳しいです。ちょっとスイッチ入っちゃった。入っちゃうな、久しぶりの稽古だから入っちゃうよね。なんかね、翔平はね、なんかもう、なんか、あ、もうこう言わなきゃいけない感じをね、出してくるんだよ。一発目から、いや、だからそこ怒っちゃダメなんだよみたいな。そういうことじゃない、こう、そう書かれてるけどっていう、ね、なるほど。そうそうそう。だから翔太のその多分翔太一発目言ってみてるんです、だからセリフ。だからさ、もう一回チューしろよ。セリフくれよ、翔太。こういうのだから。続けるの。お前、演出家が止める前で続けんだよ。ごめんなさい。何勝手に役者が止めてんだよ。あげんじゃねえぞ、お前。怒られた。やべえ。翔平、今、心が真っ赤です。俺、今、ここ真っ赤。紅。でも、確かに、こう、なんか、その、なんだろうね。あ、まあ、今のは怒ってないから、だから、ちょっと入り方としては、いい感じだった。うん、いいんじゃない、まあ、もう一回だけ。ます、うん。だからさ、もう一回、チューしろよ。だって今したじゃん。いや、お前がしたのはチューってだけだ。チューじゃなくてチュー。いや、したよ、チュー。今やったのはチューだったわ。いや、でもさ、本気で来いよ。そんなの無理だよ。なんでだよ。実の兄貴相手に本気のチューなんてできるわけないだろう。しなきゃこの塔から出られないんだよ。魔法が解けないんだ。兄さん、
兄貴って言うなよ。今、茨姫だろ。でも兄貴、茨姫はこうして起きられたじゃないか。魔法はもう解けた。あ、いや、いいんじゃない、いいんじゃないですか。いいんじゃない。ああ、ありがとうございます。いや、やっぱりね、しっくりくるね。うん。いや、こうも違うのかって思っちゃった。いや、これ別に翔平がどうとかじゃなくて、なんだろう、なんかしっくりくるっていうのは、なんかこういうことなんじゃない？あ、でもなんかこういうのも楽しいね。だからそういう、こうやってさ、なんか公開稽古コーナーみたいになってるのも、ちょっと、なんていうの、あ、なんかニュアンスもこうやってやるので、また話も変わってくるんだみたいな。確かに。ことがね。今ちょっと初見から2回目だったじゃないですか。うん、お互いでも気持ちで会話できた感はちょっとありましたね。あのね、うん、だからいいんじゃない、初見からの、あ、だからちゃんと成立してたっていうか、心が通ってた感じがあるんで、うん、なんかまたさらにちょっといろいろやれそうですね。いや、これはちょっといいですね、あ、汗かく企画ですね、この。汗かく、こんな企画だとは思わなかったの、企画の種。いや、俺だから久々にお前役者が止めんなみたいなダメ出しを割と真剣で言っちゃったよ。いや、だって翔太一発ちょうだいって言うから最後に言ったね。喧嘩しないで、こっからやってくんなよ。こっから3人でやってくんなよ。ああ、おもろい。いや、止めちゃいけないんだよ、でも。そうそう、だからって止めちゃダメなんです。だからまあ、あの演出家がね、怒るときは結構理不尽なことで怒りますんで。経験してきてます。経験してると思いますけど。さっきの説明と違うじゃんみたいな。罪です。それ言ったら言ったで、お前口出しすんな。気をつけましょうということを、ね、今回も締めにいたしましてですね。ということで、ちょっと次回の、まあ本日の報告タイムですね。報告タイムにいきたいと思います。まあ、今週、だからビジュアルについてと、まあ、だからショートストーリーとかね、そういう、どういうふうなことができるかということなんですけど、まあ、先ほどでもビジュアルについては、なんかね、一つちょっとキーワードというか、まあ、なんかモチーフを出していこうとか、まあ、帽子とか、はいはい、色で変化をつけていこうとか、みたいなところがあったと思いますんで、ちょっとだから、プランナーさんを出してもらった意見も含めて、またさらにお客さんの意見もそこに足していって、で、おそらくこの先、だからどういう話を構築、どういう話というか、まあ、茨姫なのかも分かんないし、赤ずいきんかも分かんないし、ちょっといろんなね、その童話の中に入っていくっていうのも関わってくると思うので、そのあたりだったりのことを詰めていきつつ、ちょっと考えていきたいなと思います。はい。はい。ということで、じゃあ次回の宿題なんですけれども、はい。じゃあこれはだからちょっと言わせたいセリフ。なるほど。言わせたいセリフを募集します。なるほどね。はい。だからまああるシチュエーションの中でっていうこともでもいいし、うんうん、もうなんせこの言葉を翔太とか翔平に言ってほしいんだみたいなところでもいいですし。まあ、全然スポンってね、スポットで出してもらってもいいし、逆に言われてもいいですよね。ん？ 4 行、5行ぐらいの会話でもいいですよね。まあでもいいんじゃない、そうすると俺が楽っていうね。あ、だから作品書いてくださってもいいです。それを読めなくなったちが。そうすると俺が夜中の2時に書かなくて済む。ちなみに、本当に言いたいセリフがお客様から来たときは、うん、僕と翔平でオーディションしてくださいね。どっちがどのセリフを。あ、そうだね。だから、はいはい、そうしよう。これだから、その、どっちがこれ言ってとかって決めるわけじゃなくて、とりあえずこの決めてもいいよ。決めてもいいけど、決めてもいいし、一、うん、つの決めなくてもいい。なるほど、なるほど。うん、いいです、ね。ちょっと翔平弱気になってない、大丈夫。え、取る気満々なんですけど。あ、おもろい、はい。というわけで。今週のね、宿題はそういうことで、まあ、本当に皆さん、長く書かなくても、もう本当に一発、スポンっていう一言でもいいですし、ちょっとなんかね、出してもらえたら、次回は、ちょっと2人がそれをね、言ってくれるという、はい、なかなか、なかなか、あまりそういう、ね、機会もないと思うので、うん、そうですね、いろいろ考えて。普段絶対やらないことですね、うんうんうん、恥ずかしくて。うん、もうこれを言わせてやろうっていうやつでもいいです。うん、このセリフ言うんかみたいな。
やりましょう。ちょっと恥ずかしくなるようなもの。いやでもそろそろこの、あの部屋違うの嫌だね。そうね。一緒の部屋でやりたいな。一緒の部屋でやりたいね。そうね。広いところでさ。稽古もだからね、ゆくゆくそうなっていくとは思うんで。ちょっとまあそこら辺はね。徐々に徐々に。うん。えい。そう。翔平の赤袋アラートとかが掘り下げ赤くなくなった赤くなくなった頃に翔平アラートね、はい、はい、というわけでですね、ハッシュタグ、シャープ企画種をつけてツイッターで、先ほどのアイデアをつぶやいてください、うん、はい、ちょっとまだ時間があるのかなということで、あるよね。はい。タイムバル。今週のどうでしたか、今週会話。いや、だいぶなんか見えてきましたね。うん、なんか衣装とかそういう形が見えてくると、うん、なんかだいぶ方向性っていうのが見えてくるんじゃないかなっていうのは思いましたね。うんうん、そこからマジで実際に仕上がるのかなってすごい。ね、すごいよね。初めての経験なんでこれ。ね、ゼロからだからね、これだからっていうのと、うん、でお客さんからのアイデアをもらってっていうことでやってるんで、うん、なかなかそんなこともなかなかないから、なんか次とかもしなんかいろいろあったらツイッターとかで あれあるじゃないですか、4個出して4つ出して多数決みたいな、はいはいはい、あ、そうですね、いやだからやってみたいですね、そうそう、ね、だからね、うん、ちょっとだからね、タイトルとかも考えないといけないし。うん、ああ、そうですね。タイトルか、うん、ゆくゆくは。うん。おー。あ、タイトルも、もしかしたら募集するかもみたいな感じなんですか、まあ、どうなんだろう。いや、まあ、だからそこはちょっと、だから決めて、3つ選択肢の中で選んでっていうことですね。はい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 。し、なるほど、なるほど。翔平ちゃん、まあ、タイトル浮かぶ今。え振りがすごいな。こんな振りされたくねえな。でも翔平はやるんだろうな。面白いやつをな。翔平はね、浮かぶ。それであと3分あるんで、最後にバンってやるんだ、ね。番組の締めとして最後に言って、じゃあ本日はさよならっていう感じにしようか。あと2分あるから翔平考えれるよ。喋りながら。うん、ああ、そうね。作品タイトルはこれでいきます。って言って、バン出して、さよならっていうことで。わかりました。いや、翔平、こういう時って、ちゃんと断らないよね。偉いんですよ。大好き。ね、みんな大好き、翔平。やっぱ。稽古場でもそうだもんね。なんか、なんか雑用を頼んでも、必ずやってくれるよね。ネタで。優しいんですよ。わかりましたわかりましたってやってくれるよね。優しいな。そう。そうね、先輩方怖いから。そっか、なんかいろいろ顔浮かぶな、それ。ちなみにお客さん的に昼と夜どっちが良かったですかね、うん、この時間帯といつもやってる、ね、どうなんでしょうね、見やすさ的にとかね、うん、まあちょうどね、そのと、まあ解除されてるっていうのもありますからね、うんうんうん、ね、今日曜日で出かける方もいらっしゃったりとか。翔平はどう思う？どっちがいいと思う？昼と夜。昼と夜？放送？いや、どうかな。でもなんか俺冒頭でね、うん、吉谷さんとか翔太くん挨拶でこんにちはって言ってたから、もう昼の体になっちゃってるのかなって。あ、そうだね。思った。あ、こんにちはって言ってた？言ってた気がする。ああ、確かに。こんばんはって言ってないわ。そうなの、うん。昼と思ってる、今。でも、今夜だから。なるほどね。うん、あと、翔平考えてくれていいよ、だから翔平、こっち。喋らずに。俺と翔太でつなげとくから。うん、いいんすか？まだ浮かんでない、まだ浮かんでないでしょ。いや、もうでもね、かけてる、かけてる。翔平はもうかけてんだよ。知ってんの。あ、しかも、ちゃんと紙に書いてくれてんだね。はい。かけた、ああ、えらい。じゃあもうそろそろだよ、時間。うん、あ、そうね、閉めないと、はい、あ、なので今ちょっとね、いろいろコメントでいただいてますので、うん、割と夜があれだね、
まあでも夜の方が多いのかな。まあ見やすいは見やすい。ああ、まあ確かに。でもそうですね。まあ昼の方ももちろんいましたけど。ということで、あ、21時になりました。ということで、じゃあ本日の放送はこれで終了とさせていただこうと思いますけれども、最後に、橋本翔平の方から、タイトル案を出していただいて、放送の締めと出したいと思います。じゃあ、はい、翔平くん、どうぞ。今回の作品は、グリムの種です。バイバーイ。どっちでもない。どっちでもないわ。いや、ひどい。これ終わってんのかな。ダメでもよくもない。終わっていいのかな、これ。なんか。いいの、いいの。終わろう、終わろう。いいよ、もう。ありがとうございました。じゃあまた、はい、次回もよろしくお願いします。いや、おもろい。あ。